イドマルセロ・カリージョは、アルゼンチン・マグダレーナ出身のサッカー選手、エルチェ・ CF 所属。ポジションは FW。グイド・カリージョとも表記される。エステゥディアンテスの下部組織で育成され、2011年6月2日の裏ン戦でリーグデビュー。2013から14シーズンには37試合で13得点を記録した。2015年7月3日、リーグアンのエース。 モナコへ5年契約で完全一席。移籍金は880万ユーロ。2016から17シーズンに、ラダメル・ハルカオが加入しきりアーム・バッペイが対等すると、ベンチを温めることが増えたが、リーグ戦では19試合で7得点を記録した。2018年1月25日、エステゥディアンテス時代の恩師であるマウリシオ・ペジェグリーの、 ヒティール・サウサンプトン FC へ3年半契約で移籍。移籍金はクラブ最高額の1900万ポンド。2018年7月8日、CD ・レガネスへ1年のレンタル移籍。2019年9月1日、CD ・レガネスへレンタル移籍で復帰することが発表された。2020年10月5日、エルチェ CF にフリー移籍で加入し、 2年契約を結んだことが発表された。ありがとうございます。